2022明治安田生命 J1 リーグ第21節サンフレッチェ広島対湘南ベルマーレ、これよりお届けしてまいります。そしてこのゲーム、森崎さん、はい、青山選手がクラブの歴史を塗り替えまして、うん、J1 通算431試合目、はい、森崎和幸さんが持つクラブ最多出場記録を更新ということになりました。さあ森崎さん、まあ、今日の注目ポイントは、まあ、まさに最終ラインも込み込みですけれども、はい、もう9人変わってますからね。まあ、こういった中でやはりこう連携のところ、まあ、その中心にやはりこう青山選手が、まあ、どれだけ、ね、こう周りを引っ張って、まあ、ゲームコントロールできるか、まあ、そこは注目していきたいなと思ってます。湘南ベルマーレ今日のスターティングラインナップです。こちら見どころお願いします。まあ、広島の、まあ、ビルドアップに対して高い位置で引っ掛けて、まあ、ショートカウンター、まあ、カウンターのところで試合を、ね、こう優位に進めたいという、まあ、チームだと思いますから、まあ、まずはその中盤の攻防のところを、ね、しっかり注目して見ていきたいなと思っています。高橋トラップ際を狙っています。浅野が取った。さあスピードアップ、ドリブラーの浅野逆サイドを見 た、ね、さあナッシムベンカリファ、ベンカリファはカットイン、読んでました。湘南2枚で取った、取ってつないで逆サイド、さあ強化通り、さあ剥がした湘南、横パス、さあ遠目からのシュート、ナイスキーパー大迫、カウンター湘南、防いだ広島大迫。間通した、平岡運べという声がかかって、さあドリブルスタート、平岡は引きつけて大橋の打たない、切り返してシュート、なんとか防ぎました広島。まあ、うまくね平岡選手がドリブルで運びながら広島のね選手たちをうまく引きつけたんですけどね、うん、入れ替わる、取った大橋、大橋から、うん、後ろからのボール、おっと合わせましたが枠の外、最後池田が難しいボールダイレクトで合わせました。スバッと入れる、いいところ、顔を出した浅野、プレスバックで今池田です、うん、いやよく戻りましたね、で縦パス入れ返して平岡が行って、平岡のシュート、わー大迫、いやすんばらしいセーブが出ました。いい攻撃、いい守備、これまた、まあ、ここでねしっかりと池田選手がプレスバックしてボール奪って、まあ良い位置でね、まあ、思い切って振ってきましたよね、はい、まあ、良いシュートと、それからまあビッグセーブですね、はい、右で支える野上で、サントスの背後に落とすボール、さあ入りました、ジュニオールサントス、切り返し、サントス切り返して使って後ろから出て川村、決定機でした。まあ、うまくね右サイドでジュニオールサントスが、まあ、相手のね背後をうまくついてクロスをマイナスに上げてきましたけどね。J1 は初スタメンのボランチ川村、高橋うまくかわした、まだ持つ、高橋の低いクロス面白い、スルーして池田のシュート、左の高橋グラウンダークロス決めました池田正樹。まあ、落ち着いてましたね、完璧に崩した湘南ベルマーレ先制です。まあ、ここのスローインからですけど、まあ、ここでね一つ大橋選手が起点となって、まあ、スペースはあまりないですけど、ここでね深い位置まで高橋選手が突破して、まあ、スルーからの、まあ、この池田選手のね、まあ、コースを狙った、まあ、非常に落ち着いた見事なシュートでしたね。サポーターのエールを背にインスイング、巻いたボール面白い、面白い、混戦になる、まだあるぞ、プッシュできるか、プッシュプッシュ、これはどうかな、ありましたね、入りました、入りました、認められました、最後はサントス野上か、混戦になったボール押し込みました、同点広島です。セットプレーからでした、取りましたね、はい、
ミノサントス選手がすらしたボールを野上選手がファーサイドでね、相手マークに合いながら押し込む形になりましたけどね。押し込んだ野上です。いや1対1同点サンフレッチェ広島。さあフリーキックのチャンス、キッカーはもちろん野津田学人。鋭いボールが入ってきた、そのままあっとあわやゴールというところ。続いても野津田のボールが入ってニアサイドをすらして大外ヘディングポスト、まだあるぞ、襲いかかりますサンフレッチェ広島、波状攻撃。空いてます、オープンです、バンディエラ行きます、青山がスルーパス通した。さあ青山から東、東は戻して青山来た、浮きました青山。野津田の左足角度を変えた、変化つけて青山の柔らかいボール、ゴールに向かう柔らかいボール、カウンター、谷、おーっと、あ、ここで試合終了の笛ですね。はい、谷はちょっと納得いかない。そうでしょうね、あ、まあ、キャッチしてからの、まあ、田中選手がね、いち早く反応してましたからね。ちょっとね、激闘でした。サンフレッチェ広島対湘南ベルマーレの一戦、1対1ドローゲームでフィニッシュです。そして今日は青山俊博選手、 J1 通算431試合目、クラブ最多出場記録を更新となったメモリアルマッチです。432、433、試合でもこれからもっともっと青山選手が輝く試合見たいですね。本当に見たいですね。はい、